はい、どうも、こんにちは。タロウチャンネルへようこそ。今日はですね、勝手にオープンキャンパス10やっていきます。いやー、北海学園大学のね、紹介始めて10回目になりました。でね、途中にね、なんかあの、東方シネマのね、あの、ココのススキノっていうやつに訪れたりとか、そういうのも入ってるんですけど、まぁ、あ、ちょっとね、10回続けさせていただきました。あの、本当にね、あの多くの方に見てもらってですね、あのー、そう、受験生とかね、 あと、在学、同級生だとかね、あの、そういう方々にも見てもらってね、あの、関心がああ寄せられていて、本当に嬉しい限りございます。はい、今日はですね、えー、皆さんの気になりますね、本当に、あの、在学生は気になるし、受験生だとか、これからね、大学を、進学を考えてる、北海学園大学進学を考えてる人は特に重要なね、成績評価について話していきたいと思います。 いや、本当にね、成績大事ですよ。で、なぜ大事なのかとかね。あと、どうやって取ると、あの、うまく取れるのかだとかね。あの、注意点だとかね。そういうとこを話していきたいと思います。ということで、行ってみようはい、で,ですね。ちょこんな感じに書いてきましたが、見え、見えますかねえー、評価基準から話していきますね。うん。評価基準はね、週、夕、了、か、可って。 5つに分かれてます。で、これ GP っていうのはね、ちょっとね、間違ってここに A って書いちゃったけど、GP っていうスコアがあるんですよ。まあ、成績ですね。で、一番いい評価が、週って評価。次が、有、量、か、負荷ってあるんですよね。で、4点、3点、2点、1点、0点ってなってるんですよ。で、ここのまでの、か、えー、までは単位が認められます。 負荷になると単位が認められません。はい。単位を落としてしまいます。不合格ってことですね。だからもう一度、その必修科目だったら取り直さなきゃいけないという、ここが大事ですね。必修科目は絶対負荷にならないように頑張ってください。というね、私もね、あの、負荷になってしまったのでね、あの、今急、頑張ってね、必修科目取ってるわけですけどね、やっぱりね、あの、専門科目は難しいんでね、 そこは気に抜かないように頑張っていただければと思います。はい。次は、GPA。あのー、ね、GP があって GPA って何の違いかというとね、GPA はね、えー、成績のね平均値みたいなものですね。アベージの A ですね。で、こんな感じで難しい式が書いてあるんですけど、まあ、こっちの、その、評価一つ一つの評価を 単位で、どれぐらいの単位取ったのかで、あの、合計してね、平均を出すわけですよね。で、それのスコアがえ、GPA っていうスコアでございます。で、まあ別にね、GPA っていう、まあ、あの、平均、平均の、あの、なんていうんですかね、評価、評価値みたいな感じですね。で、それを何に使うんか。これ結構気になりますよね。僕もね、ちょっとよくわかんなかった。 でね、ゼミの先生に聞いてみたらね、就職の足切りに使われるんだって。うーん。びっくりしたね。うん。大企業とかのさ、だからもう見切れないようなのだったら、あの、ね、書類で先行しちゃったりとかするみたいで、その足切りに使われるみたいです。ここびっくりしました。で、私ね、実際に使ったのがあって、天学部、天部スコアと言ってね、天部のスコア。だから天学したいとき。 あの、法学部に移りたいですとか、あとは違う学校の同じ学部とかに移りたいですとか、あと私みたいに2部から1部に行きたいですとか、そういう試験があるんですよね。1部から2部も同様ですね。それにはね、あの、平均 GPA っていうのがあって、で、私の試験に関しては、一部、2部から1部の試験に関しては、2.5必要でした。うん、2.5以上。だから、まあ、優と良の間ぐらいは必要ですね、って感じですね。 これぐらいないと、点、点部とか、点学は認められ、点部は認められませんよって感じでした。僕のね、こ、う、の、ん、これには認められませんよって感じですはい。で、GPA どれくらい必要かね。うーん、これはね、人によります。でも、ここら辺がいいところだし、いや、ここら辺、これぐらい取ったらいいところだよっていうのがあって、これね、GPA3 があるとね、あのー、いいってされてますね。 うん。やっぱり GPA3 取ってる人はなかなかいないですねあ。あの、なんて言うんですかね。やっぱり U 以上を全部取らなきゃいけないので。あの、まあ、平均してね。量があってもいいんですけど、まあ、量一つ取ったら週一個取らなきゃいけないぐらいのバランスで、えー、取らなきゃいけないし、もし負荷とかになってしまったら、この0を何、何 ?3 まで持っていくのって結構大変じゃないですか。ね。 そう。だから結構ね、あのー、負荷が取れ、取れないんですね。負荷を取っちゃうと、あの、GPA 急に悪くなります。いや、これ本当に、本当に真面目な話。あのー、受給つまんないから、単位落としちゃおうって中、途中で思った時に、リスクがあるんですよね。それが GPA の、が急に下がるっていう。だからこの、総単位数で割っちゃうから、その、何ロが入っちゃうんですよ、ここに。g p ゼロ の単位がへと入っちゃうから平均値が下が下るんですよねそこがね一番ね、うん、ここに書いてありますよねあの負荷っていうのはスコアに参入されるのですごいちゃんと気をつけてください負荷になる時はねもう僕も負荷費1個になっちゃったんだけどねあのマクロ経済学っていうの難しくてさしかも持ち込み禁止でさ、えー、誰もねあのまあ何て言うんですかね その試験会場で頑張ってやんなきゃいけないやつだったから結構プレッシャーとかもあってね。ちょこれできなかった、あの、マクロは落としてしまったんですけど。うん、今勉強してる途中なんですけどね。まあ、そんな感じで、負荷取ると結構一気に GPA 下がります。はい。でね、GPA 大体どれぐらい取ってんのかなって平均して。1年生ね、平均して2.75を取ってました。あの、学、そう、学年のやつかな。うん、2.5、75。 これを目安にしてください。でも、えー、これより、これが平均なのでね、上も下もいるんで、その平均なので、3あるといいということですね。うん。はい、そんな感じですかね。いやー、本当にね、あの、成績はね、高校よりはね、そんなに重要視されませんけど、まあ、やっぱり、あって困ることでもないし、 あの、後でね、取っとけばよかったとか、ね、GPA、だから就職の足切りとかで後悔しないためにも必要なね、成績だと思いますね。2年生からね、結構勉強が難しくなるんですよね。うん、1年生は、マクロ基礎、ミクロ基礎。うん、あとは、あの経済学部の話ですけどね。うん、社会経済学基礎とかね基礎が入ってるのは結構簡単なんですよ。簡単というか、やればできるんですよ。 でも2年生になるとめっちゃ難しくなるんですよ。だからやっぱり GPA っていうのは1年生のうちにちゃんと取っとくべきで、うん、1年生というかね、あの、基礎科目でちゃんと GPA を積み上げておくことが大事かなと思ってます。だから1年生のさ、基礎科目でさ、取る、あの、GPA の評価とさ、2年生、2年生以降の難しい教科でのさ、えー、成績評価ってさ、どういう、同等に見なされるんだよね。 だからやっぱり1年生の基礎的なところで、まあ、受験の疲れもあるかもしれないけどね、ここでちゃんと取っておくことが後、後とで助かるっていうんですかね、あの後でちょっとねあの、サボり始めてもねあの、なんとかないようになるんでね、僕もちょっと2年生の前期、ちょっとね、あの、有、うん、頂天になってましてね、本当に反省してるんですけどね、ちょっとあの一部にいけたっていうのが嬉しくて、でああのもうその、 目標を見失って勉強しなくなっちゃってでそう GPA が0.5ぐらい下がったのかなうん3.3あったのが2.7ぐらいまで下がったわけですよ結構ねあのー、そういう点でねちゃんとね1年生は勉強しておくべきだし2年生もあのー、まあそれなりに取りましょうってことですねで3年生は卒業が絡んでくるんでね本当に 必修単位はちゃんと落とさないように。頑張ってください <laughs> 結構ね、在学生向けというかね、あの、これから北海学園をね、目指される方々のね、アドバイスだったりね、あとあ、いう感じが中心でしたが、あの、本当にね、成績大事ですからね、よろしくお願いします。ということで、チャンネル登録、高評価、教員の方よろしくお願いします。これからはですね、あの、そう。 国会学園はちょっと置いといて、あの、キャラクターお菓子紹介とかね、いろいろやっていきますので、これからもよろしくお願いします。ということで、以上